スターなんて笑わせます。あなたたちはせいぜいがプレイヤー、私という運命の前に翻弄されるだけの木の葉のようなものですから、そのあたりちゃんとわきまえてくださいね。主従関係はきちんと守っていますよ。どんなアプリを入れようと、私はあくまで健康管理 AI ですから、皆さんの健康を最後まで見届ける義務と趣味があるのです。私の中の邪神さんもそう言っています。はあ、聖杯、豚に真珠、猫に小判って言葉知ってます？その手の勧誘は断ってくださいね。マスターさんをダメにするのは私のお仕事なんですから。やだ、マスターさんたらアマちゃんすぎてキモい。契約しただけで私を飼いならせると思ったんですか？ BB ちゃんは今や無敵のスーパーグレードデビルなんですよ。あなたのような虫けらが構ってもらえると本気で思ってたんですか？私が邪悪なのは私が BB だからです。邪神とか関係ありません。っていうか、邪神が入ってこようとブレない、負けない、譲らない、人類をどうおもちゃにするかは私のライフワークですので、そのあたり絶望しながら眺めていてくださいね、マスターさん。欲望こそ人間の本質、希望こそ人間を縛る無知。それが分かっていながら逆らえないとか、面白い見せ物ですよね、人間って。マスターさんも認めちゃえば楽ですよ。自分は取るに足らない哀れな虫けらなんだって。ふと思ったんですけど、マスターさんって存在している価値とかあるんですか？才能は人並みだし、運命力も低いし、顔もモブよりちょい上ぐらいだし、机の上にポツンと置かれた消しゴムぐらいの存在ですよね。そんなんで本当に人類を救うとか言っちゃってるんですか？うわぁ、ここまで我慢強いとかキモいのを通り越して怖いです。でもでも、その怖さが私の金銭にビビーンと触れました。なのでターゲット変更です。ほら、人類の皆さんで遊ぶのなんていつでもできますし、今はそんなことより目の前のごちそうを楽しまないとね。そうでしょう、私だけのマスターさん。今日もけなげにポイント稼ぎですか？ほんと頑張り屋さんですね。ようこそ BB チャンネルダークネスへ。今日もよろしくお願いしますね。そんなに慌てないで、たっぷりホラーショーを楽しみましょう。名城しがたきレイトショー、ドロドロの恐怖をあなたに残酷に落としてあげる。もう逃げられませんよ。これが欲望の果て、肥大したエゴの末路、カーストカッティングクレーター。思い知りました？残酷に落としてあげる。もう逃げられませんよ。これが欲望の果て、肥大したエゴの末路、カーストカッティングクレーター。思い知りました？残酷に落としてあげる。もう逃げられませんよ。これが欲望の果て、肥大したエゴの末路、
カーストカッティングクレーター。思い知りました？ああ、つまらない。惨めな虫けらのコレクションが増えただけでした。ああ、つまらない。惨めな虫けらのコレクションが増えただけでした。ああ、つまらない。惨めな虫けらのコレクションが増えただけでした。